はい、ボノボの研究をしている横山中澤です。で今日はこの動画ではボノボの狩猟行動、肉食行動について紹介をしていきたいと思います。はい、冒頭でも話したように今回はボノボの狩猟行動、肉食行動について話していきたいと思うんですけども、まずはじめに一つの動画をご覧ください。こちらの動画、2018年に私がワンバ、ルオー学術報告で撮影したボノボの動画なんですけども、ご覧のように、この地面ですね、地面にブルーダイカーですね、まあ、鹿の仲間なんですけども、ブルーダイカーがこの羽罠ですね、村人が仕掛けた羽罠に引っかかって、死んでいる、死体があることがわかると思いますが、周りにこれボノボがいますよね。ボノボがこのように覗き込んで死体の匂いを嗅いだり、周りの葉っぱなどを掴んで匂いを嗅いで死体の確認をしているところなんですけども、面白いんですけども、このボノボたち、このブルーダイカーの死体を食べようとしないんですよね。ボノボであったり類人猿にとって、猿にとって肉食行動というのは貴重なタンパク源の摂取のために肉食行動というものがあるんですけども、ご覧のようにこのボノボたち、ワンバのボノボたちというのはこのように目の前に食べれる肉があったとしても食べないんですよね。非常に面白い行動だと思います。さらにもう一つ動画をご覧ください。こちらの動画ではボノボが生きたブルーダイカー、生きているんですよね。まだ生きているブルーダイカーを掴んでいるのにもかかわらず食べないという面白い動画の一つです。ちょっと暗くて見にくいんですけれども、ご覧のように1頭のボノボが生きたブルーダイカー、この時私撮影してたんで生きてるってことがわかるんですけども、まあ、ミャーミャーと鳴き声、ブルーダイカーの声非常に特徴的でですね、猫のようなミャーミャーという鳴き声をするんですけども、ご覧のようにボノボがこのように生きたブルーダイカーを取っていて食べないんですよ。非常に面白い事例だと思います。はい、先ほど類人猿ですね、類人猿の中では肉食行動というのは貴重なタンパク源の摂取のためによく起こる行動だということを話したんですけれども、こちらの動画、チンパンジーの動画ですね、チンパンジーの動画を見てみると、こちらのチンパンジーはカリンズ、ウガンダ共和国にあるカリンズ森林で撮影したものなんですけれども、チンパンジーの場合このように肉食行動というのは結構頻繁に観察されるんですけれども、このチンパンジーはですね、おそらくこれサルですね、レッドテイルモンキーだと思うんですけども、このように肉食行動というのはよく観察されるんですよね。はい、このように肉食行動、狩猟行動というのは例えばチンパンジーの場合よく観察される行動なんですけども、私たちの研究サイトワンバのボノボというのは目の前に食べられる肉があったとしてもこれを食べないというのは非常に面白い行動の一つだと思います。ただ食べないというのも面白いんですけども、実はこの肉食行動というのがボノボの中でも研究サイト間で異なる傾向があるんですよね。以前の動画でも紹介をしたんですけれども、例えばボノボというのはコンゴ民主共和国にのみ生息する類人猿、大型類人猿なんですけれども、この研究サイトというのはコンゴ民主共和国の中でいくつかあります。私が調査しているワンバというサイトでは約50年以上の研究が続けられているんですけれども、他にも海外のチームが運営している研究サイトがあります。例えばマックス・プランク研究所が調査サイトを置いているルイコタルという研究サイトがあったり、ワンバルオ学術保護区に近い場所にあるココロポリですね、こちらココロポリというのがハーバード大学のマーティン・サワベックさんが運営している研究サイト、ボノボの研究サイトなんですけれども、このようにボノボの研究サイトというのはいくつかあるんですよね。ただこのボノボの研究サイトを比べてもこの肉食行動の傾向というのが非常に大きく異なります。例えば私たちのワンバではボノボの肉食行動というのはほとんど見られないんですよね。先ほどの動画でもあったように、例えばブルーダイカーの場合は全然食べない、生きていたとしても食べない、死んでいても食べないという観察の報告があるのに対して、ココロポリという場所であったりルイコタルという場所であったりすると、このダイカー、ブルーダイカーであったり、またはサル類ですね、サル類を食べる肉食行動があるという報告があります。これ非常に面白いですよね。あるサイトではボノボたちというのはサルを食べたりダイカーを食べたり哺乳類の肉を食べるという報告があるのに対して、ワンバではこのような肉食行動というのが見られないんですよね。唯一ワンバの肉食行動があるものとしてはルルコーリスというムササビに似た動物を食べるという報告はあるんですけども、ほとんど肉食行動というのが約50年間調査がされているんですけども、
この肉食行動というのが報告されていないんですよね。これ非常に謎が多くてですね、なぜボノボ、同じ種のボノボの中でもマンバのボノボたちはほとんど肉食行動をしない、他のサイトでは肉食行動をするという、この傾向の違いというのは何で起きているのかというのが非常に面白い研究テーマの一つだと思います。またさらにこの肉食行動について詳しく研究した論文が一つありまして、これが先ほどのハーバード大学のココロポリチームなんですけども、このココロポリの中でも複数のボノボのグループがあるんですけども、このグループ間で肉食のレパートリーというものが違うという報告もあります。研究サイト間でも異なる肉食行動の傾向があったり、同じ研究サイトの中でもボノボのグループ間でその肉食行動の傾向が違うというのは非常に面白い傾向であり、なぜこのように傾向が異なるのか、謎が多いトピックの一つでもあります。ひょっとしたらそれは文化的な差異なのかもしれないですね。人の場合でもある地域ではこの食べ物を食べない、または同じ人でも違うところではこの食べ物を食べるという傾向があるように、ボノボの中でもこの食に対する食べるものに対する傾向というのの違いは文化的な差異であったり地域的な差異であったり、あるいは環境的な差異、様々な要因のもとでこのような傾向、肉食行動の傾向の違いというのが見られるのかもしれません。最後にですが、もう一つワンバの事例で非常に面白い傾向がありまして、先ほどワンバのボノボたちというのは肉食行動、狩猟行動がほとんど起こらないという話をしたんですけれども、実はワンバのボノボたちというのは異なる主観でインタラクションが起こるという非常に面白い事例が報告されています。例えばワンバの場合、ボノボとレッドテールモンキーですね、先ほどチンパンジーが食べていた猿なんですけれども、ワンバの場合ではこのボノボとレッドテールモンキーが毛づくろいを行うという非常に面白い事例も報告されています。他の地域のボノボたちの場合はこのレッドテールモンキーっていうのを食べることがあるんですけども、ワンバのボノボの場合は食べるのではなく毛づくろいを交わして仲良くなる、ボノボと他の猿が仲良くなるという非常に面白い事例も報告されています。肉食行動、狩猟行動に違いがあるというのも面白いんですけども、このように異種間ですね、ボノボと猿の異種間行動であったり、ボノボと他の霊長類、哺乳類とのインタラクションがワンバでは見られるというのは非常に面白い研究の一つだと思います。はい、今回の動画ではボノボの狩猟行動、肉食行動についてお話をしました。これ本当に非常に面白いトピックで、私自身もこの事例報告の論文を書いたんですけれども、まだまだ謎が多い一つの課題だと思います。なぜワンバのボノたちというのは狩猟行動や肉食行動の頻度が他の研究サイトと比べて少ないのか、その原因について今後の調査を通して明らかになったら面白いと思っています。